はい、皆さんこんにちは、ひろしの G ニュースチャンネルです。今日はね、なんかヤフーニュース見てたらですね、あの業績立て直し中の吉野家がなんか客数増え、営業利益34倍にっていうなんか景気のいいニュースが入ってきたんで、あーなんかすげえなーと思ってちょっと放送してみることにしました。でなんかあの株価もね、なんかすごい1年見るとなんかかなり吉野家上昇してるんで、なんかね、消費税も増えて、なんか飲食店の倒産件数が過去最多になったとかいうニュースを俺結構いろいろ言ってたんだけど、なんかこういうね、なんか景気のいいニュースもあるんだなと思ってちょっとびっくりしましたんでね。でまずね、ちょっと中身読んでからですね、全部自分なりのちょっと感想をね述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。まあ、吉野家といったらね、昔ね、なんかペリーのフラッシュとかあって面白かったんだけど、あんまもう吉野家行かなくなったな。でも美味しいよね、吉野家ね。一番やっぱり牛丼の中では美味しいかな。すき家とか松屋里は僕は好きですね。ただちょっと量が少ないんだよね。なんか超特盛みたいなの食ってもね、なんかまあ特盛感なかったんだよね。まあごめん、それは俺がデブなんだけだな。デブでハゲなんだ、ごめん。はい、じゃあね、ちょっと全部ね読んでいきますのでよろしくお願いします。はい、吉野家ホールディングス、9861、この9861はね、株の検索の番号ですね。吉野家ホールディングスが好調だ。牛丼事業の吉野家の2019年12月の既存店の来店客数が前年同期比 110.8% となり、8月の同 110.3% を上回り、今期2019年3月から2020年2月の中で最も高い伸びとなった。うん、すごいね、 100% 超えるんだね。上期2019年3月から8月の来店客数の伸び率が同 102.6% だったのに対し、消費税率が引き上げられた10月に実施した牛丼、牛皿全品 10% オフキャンペーンの効果などで、来店客数が増加し、下期2019年9月から12月までの4ヶ月間の伸び率は同 105.1% に達した。すごいね。うん、で 10% オフキャンペーンに伴う客単価の低下などの減少が見られるものの、客数増加効果が大きく、売上高の伸び率も上期の 106.9% から下期は 108% にアップしている。なんでこれ吉野家ってそんな行く？すごい、うちのね駅前にねあるけどいつも客入ってないけどね、すごいね。赤字のアークミール売却で利益改善へ。アークミールってなんや。こうした状況を踏まえ、吉野家ホールディングスでは2020年2月期の、業績予想を上方修正した。売上高は当初予想比 3.4% 増の2150億円、前年度比 6.2% 増、営業利益は同 3.6 倍の36億円、同 34.6 倍に急回復する。売却益が高かったってことか。うん、すごいね。牛丼事業の吉野家のほか、うどんの花丸や、うどんの花丸ね、うどんの花丸や持ち帰り寿司の、これは京樽かな、これはうち知らない、行ったことないな、京樽なども好調に推移しており、2020年2月期第3、4半期2019年3月から11月分は売上高、セグメント利益ともに大きな伸びになったって書いてあるね。そっかそっか、うどんの花丸とか伸びてんだね。花丸はいっぱいあるよね。うちのイオンボールの中にも花丸入ってるしね。なんかジャスコ、昔ジャスコとかさ、なんかそういうのだったところね。そっか、花丸よく俺も食べるな。吉野家は前年同期比 7.6% の増収、 104.4% の増益。花丸は同 6.2% の増収、90.1% の増益。で京樽は同 3.6% 増収、 89.2% の増益といった具合だ。で一方、2020年2月末に安楽亭に譲渡予定のステーキレストランアークミールは同 1.6% の減収で、セグメント損益も4億8200万円の赤字となった。アークミールなんて初めて聞いたけどね、そんなステーキレストランがあんだね。いきなりステーキとかね、そのぐらいしか知らないよ俺。あとステーキの丼とか、なんだっけ、あとなんだっけ、なんか静岡の方にあったよな。何あれ、ハンバーグか。ごめんごめん。まあいいや。すいません。吉野家ホールディングスは、営業利益を大幅に上方修正したものの、業績立て直しのための構造改革関連費用や、アークミールの株式譲渡の影響を精査中として、当期純利益は1億円を据え置いた。なるほど。2021年2月期は、赤字のアークミールが連結対象から外れることもあり、一層の利益改善が見込めそうだということですね。でこれが吉野家ホールディングスの2020年2月期第3、4半期のセグメント概況。セグメントとか言われてもよくわかんないけど、要はなんか成績というか、なんか予想、なんだろうな、
予想じゃねえか、なんだセグメント外況ってすごいね。俺フラン大学とか全然わかんないけど、まあ、とにかくなんか売上高上がってね、なんか損益も上がってなんかプラスが多いよね。 8.、ね、なんかプラス 7.6% とかね、なんか前年同期プラス 104.4% とかね、なんか結構景気がいいような感じはするよね。なるほどね、はい、ありがとうございました。でまあとにかくですね、僕はあの吉野家ね好きなんですよ。意外にあんま行かないけど昔はよく行ってた。あのね落ち着いて食べれるんですよ吉野家って。なんかみんな基本一人席だしね、うん。でもね肉の量がね少なくてね、いつもご飯が余るんだよね、うん。でまああのなんだろうな、もう吉野家の殺伐したコピペが俺は好きだったんだけども、最近見ないよね、みんな知らないよね吉野家の殺伐コピペね、うん。でだんだんね松屋に推移してきてね、俺松屋に行くようになっちゃったの、浮気して。で、ま、駅前にあるし安いし、自動券売機でねパパパッと注文できるからさ。まあでも俺ネギだくとかね、肉なしネギのみとかね、ネギだけとかね結構好きだったんだけどね、そういう注文の仕方もね、うん。まああの T ポイントは画面表示でねこうできるようになったのは嬉しいし、まあ、結構進化はあるんですけど、あんまりね悪いんだけど行かなくなっちゃったな、うん。ねまあでもね結構ね吉木も頑張ってますよ、折り紙のおかげだしね、ライズアップサラね、ライズアップ牛皿とかね、いろいろ、まあ、いろんなねアイデアでね頑張ってますんでね、吉野家も頑張ってほしいですね。一時期ね筋肉マンのやつでちょっと落ち込んじゃったんだよな。俺昔、みんな知ってるかな、スキヤってさあるじゃん、スキヤってあの筋肉マンとのコラボしてたりするんだよね。昔ねゆで卵先生がね、なんかほら筋肉マンで牛丼、吉野家の牛丼大好きでバク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 食べてるんだよ。でそこでなんかね昔ゆで卵っていう作者なんだけどね、筋肉マンの、その人がさなんか牛丼無限おかわりのなんか丼をもらったのよ吉野家から、ありがとうございますっつって。で昔もう20年前ぐらいなのかな、トリビアの泉っていう番組でさ、ゆで卵先生がねその吉野家の丼持っていくらでもこうタダで食えるっていうね奇跡の丼なんだけど、それを持って吉野家に行ったらね、は何ですかそれっつって、結局食べれなかったんだよね。なんか期限切れっていうか、そもそもみんな知らないみたいな感じで、でコラボしませんかみたいなこと言ったら吉野家は拒否って、そうしたらなんかゆで卵先生もガーンってなっちゃって、そうしたらなんかこれをチャンスと思ったスキヤが一緒に私たちをコラボしてくださいっつって、一気になんかそっからスキヤがなんか来たんだよね。なんか筋肉マンとのコラボレーションしてすごかったよ、うん。まあちょっとねおじさんのねこれはちょっと昔話というか懐かし話なんだけどね、まあ本当どうでもよかった、申し訳ない。まあということでね、なんかまあ非常にこうやってなんだこのちょっと待って株価もね、なんか増えてるじゃん、ちょっと待ってね、なんか吉野家牛丼のねこの吉野家ホールディングスも株価はすごい1年でこう上がってるからね、なんかお金ある人は株でも買ったらどうですか。まあ俺は株なんか買うほどお金ないんでね、しかも買ったこともないしよくわかんないんで、まあすごいですね。優待だけちょっと気になるよね、どんな優待あるんだろうなってちょっと楽しみであるんですけどね、はい。YouTube で頑張ってね儲かったら株買ってみようかな吉野家の、はい。まあその頃はもう多分20年後とかになりそうですけど、はい。すいません、なんか今日はねちょっとグダグダですいません、はい。ということで長くなっちゃいましたけど今日はこのぐらいにさせていただきます、ありがとうございました。でなんかチャンネル登録とかねしていただけると大変励みになりますので、もしよかったらご検討ください。でなんかコメントとかあったら遠慮なくねいつも通り書き込んでくださって構いませんのでよろしくお願いします。では今日はこのぐらいで失礼いたします、ありがとうございました。